フランス革命戦争、フランス革命戦争、フランス革命戦争は、1792年から99年にかけて、フランス革命をめぐって、フランスとヨーロッパ諸国との間で行われた戦争の総称。ナポレオン・ボナパルトが第一失政に就任した1799年11月9日を、境に、フランス革命戦争とナポレオン戦争の二つの局面に分けられる。 当初はフランス革命に対する外国の干渉戦争であり。フランス革命戦争はオーストリアによるフランス革命への干渉を契機として1792年4月20日にフランス革命政府ジロンド派内閣のオーストリアへの宣戦復告によって開始された。フランス北部及び東部、オランダ、ベルギー、ドイツ、北、イタリア、エジプト、 一部の植民地などが主要な戦場となった。1793年にはイギリスを中心として第一次、大仏大同盟が結成され、国内での反乱も相まってフランスは危機に陥った。だが、革命の熱気によってもたらされた国民的な戦争への参画と国家総動員体制の整備や、師団編成の導入をはじめとする軍事的革新をバネとして反撃に転じた。 1797年には、カンポ・フォルミオの和訳によって、オーストリアが一旦戦争から脱落した。1798年、第二次大仏大同盟が結成され、オーストリアが再度参戦しフランスは再び劣勢に立たされる。こうした、上京したエジプト遠征から帰還したナポレオン・ボナパルトが最高権力を悪した。ボナパルトの反撃によって、 オーストリアは1801年のリュネビルの和訳により再度講和し、イギリスも1802年3月25日のアミアンの和訳に応じた。これによりフランス革命戦争は終結した。戦争に勝利したフランスは革命政府の国際的承認と大幅な領土拡大等を勝ち取った。だがアミアンの和訳後の平和は長続きせず、1803年には 再び英仏は戦争状態に入り、ヨーロッパ諸国はナポレオン戦争へと突入していく。フランス側では戦争の過程で誕生したフランスの衛星国と1796年10月以降はスペインが参戦した。仏大仏外同盟に参加した諸国は以下の通りである。他にフランスはオランダ、スイス、ベネツィア共和国、強皇領などを侵略している。 1780年代末、7年戦争以来のヨーロッパ大国間の対立関係は解消されつつあった。プロイセン、オーストリア、ロシアの3国は第1回ポーランド分割、1772年で協調し、それぞれ国境に隣接する地域を獲得した。ロシアとスウェーデンは1788年から第1次、ロシアスウェーデン戦争を戦っていたが、 スウェーデンの優勢によってロシアはフィンランドへの渡るを停止し、両国の関係は改善されることとなった。イギリスはアメリカ独立戦争に伴う第一次武装中立同盟の結成によって国際的孤立に立たされたが、戦争終結によって孤立も解消された。こうした国際環境の中でフランス革命が勃発した。ヨーロッパの君主たちは、 フランス革命の動向を注視していた。スウェーデン国王グスタフ三世は、フランス王家とのつながりから早くから反革命の立場を表明していた。1791年6月、ルイ16世一家の革命勢力からの脱出が失敗に終わると、バレンヌ事件、直ちにフランスからの亡命貴族、エミグレと結び、反革命十字軍の結成をヨーロッパ諸国に呼びけた。 しかし呼びかけに答えたのは、ロシア皇帝エカチェリーナ2世のみで、結成には至らなかった。1792年3月に、グスタフ3世が暗殺されたことで、スウェーデンは革命戦争に参加することはなかった。神聖ローマ皇帝レオポルト2世も決断を迫られていた。レオポルト2世は、フランス国王ルイ16世の王妃、マリー・アントワネットの実の兄として、革命が、 過激化していくにつれて、親族の身に迫る危険を感化し得なくなっていたのである。1791年8月27日、レオポルト2世は、亡命貴族のアルトワ伯爵、ルイ16世紀の弟の仲介の下プロイセン国王フリードリヒビルヘルム2世と共同で、ピルニッツ宣言を発表した。これは、フランス王家の安全を守るため、必要があれば、 革命に介入する用意があるとするものであった。レオポルト2世自身は必ずしも戦争を望んではいなかったと言われるが、フランス革命政府において、この宣言は深刻な脅迫として受け止められた。さらに、オーストリアオネーデルランとベルギー、ルクセンブルクやドイツにおける王党派亡命貴族による先導活動も革命政府を刺激するに十分であった。フランスとオーストリアとの間には、 アルザス・ロレーヌの貴族問題という責年の対立もあった。こうしたことを背景に、当時外務大臣の地位にあったらの主導のもと、フランス立法議会は1792年4月20日、オーストリアへの宣戦線布告を決議した。デュムーリエは南ネーデルラントへの進攻作戦を計画していた。現地住民は、フランス軍にこうして皇帝の支配に対して放棄するであろうという期待も、 あった。しかし、そう都合よくはいかなかった。革命によって、フランス軍の気候も混乱していたのである。士官たちは、貴族階級であるので、革命政府に非協力的であり、兵士たちの規律も緩み、敵前逃亡したり、革命にこと寄せて、上官を殺害するといった行為に及んだ。マリー・アントワネットに至っては敵方に、フランス軍の作戦を漏らしていた。 プロイセンがフランスへ、戦線復刻し、ブラウンシュバイク公爵の率いるプロイセン軍は7月に国境を、エツベルダンを陥落させた、ベルダンの戦い。ブラウンシュバイク公は、亡命貴族のコンデ公が作成した、王政を復古させ反対者は、死刑とするという宣言を発表する。7月11日、立法議会は、祖国は危機にあり、との宣言を発し、 宣言に応じて、フランス各地から義勇兵がパリに集結した。この時マルセイユからやってきた義勇兵が歌っていた軍歌が広り、後にラ・マルセイエーズと名付けられる。パリ市民と義勇兵は、フランス軍の劣勢の原因は、ルイ十六世とマリー・アントワネットが、オーストリアプロイセン軍と内通しているとえ、八月十日に、チュイルリー宮殿を襲撃し、王権を停止して、国王一家を、 タンプル島へ遊兵した8月10日事件。デュムリエ・とケレルマンが率いるフランス義遊兵と、砲兵隊はバルミーの戦い9月20日でプロイセン軍の侵略を食い止めた。戦闘自体は激しいものではなく、プロイセン軍の退却は戦術的後退に過ぎなかったものの、初めての勝利はフランス国民を沸き立たせた。フランス軍はにフランル方面では、 デュムーリエが、ジュマップの戦い、11月6日で、オーストリア軍に勝利し、南ネーデルラント全域を占領した。キュスティーヌはドイツへ侵攻しフランクフルトまで到達した。1793年1月、国民公会は、戦時体制の強化のため国防委員会、後の公安委員会を設置した。しかしその頃、フランス軍の状態は悪化していた。前年に、 軍へ参集した義勇兵たちは満期を理由に帰郷し、常備軍の兵士たちは満足な給与も与えられておらず、前線の兵力は次第に減少していった。さらに、1月21日の革命政府によるルイ16世紀の処刑はヨーロッパ中を侵犯させ、スペイン、オランダ、ナポリ王国、サルデーニャ王国、さらにはそれまで市民革命に同情的であった。 イギリスすら反革命に立たせる。また、イギリスにとっては、オランダが、フランスの手に落ちることは、自国の安全保障からも重大な問題であった。こうした理由から、イギリスを中心とした主要国間で、第一次退仏大同盟が結成される。2月1日、フランスは、イギリスとオランダに対しても宣戦布告した。2月24日、国民公開は、 兵力不足を補うための30万人母兵を可決したが、思ったほど兵士は集まらなかった。それどころか母兵への反発から3月には、バンデの反乱が勃発した。前線では、デュムーリエが南ネーデルラント防衛という政府の方針を無視して、オランダへ進行したが、兵力不足とオーストリア軍の反撃の前に撤退を余儀なくされ、さらにネールビンデンの戦い。 3月18日に敗北した。追い詰められたデュムリエは、ジャコバン派に処刑されるよりはと政府に対する反乱を、部隊に呼びかけるが、部下の反対に遭い、4月5日に敵陣へ逃げ込む羽目になる。南フランスではジャコバン派政権に対する反乱も起きた。4月29日にマルセイユ、5月29日にリヨンで、反政府の反乱政権が誕生。 7月12日には、トゥーロンが反旗を翻し、イギリス軍を援軍に切り入れた。さらにイギリスは5月31日に、フランスに対する海上封鎖を発令し、スペイン軍、サルデーニャ軍も国境を越え、7月27日オーストリア軍はを、陥落させた。フランスは再び窮地に陥った。8月23日、国民公会は、国家総動員を発令し、 徴兵制度を施行した。身代わりの許された30万人母兵と違って、各階層の国民を平等に徴兵し、新たに120万の兵士が軍に加わった。これは傭兵を軍の主力としていた、当時のヨーロッパの君主制国家では想像できないほどの大兵力であった。巨大化し、国民軍へと変質したフランス軍は、カルノーの指導のもとで13個軍団に再編され、 反撃の準備は整った。9月が、ヨークコーの率いるイギリス軍を9月6日から8日で破り、ダンケルクを包囲から解放した。10月には、公認のジュール団が10月15から16日でオーストリア軍に勝利した。国内でも8月25日にはマルセイユ、10月10日にはリオンの反乱が地圧された。だがトゥーロンは、 イギリス軍の支援を受けていたため攻略に難航する。フランス軍は10月30日と11月15日の2回の攻撃に失敗し、司令官が罷免された。公認の司令官に就任したデュゴミエは、当時まだ24歳の、砲兵士官ナポレオン・モナパルトの立てた作戦を要し、12月19日に、トゥーロンの奪回に成功した、トゥーロン行為戦。フランス軍は巨大化し、 兵力で大仏大同盟軍を圧倒したが、一方で、そのような大軍は補給物資の多くを敵国の領土からの挑発に依存していた。以後、戦争はフランスによる侵略の予想を帯びてゆく。1794年、ジュールダンが6月26日でオーストリア軍に勝利した。この結果大仏大同盟軍はライン側異勢からの撤退を余儀なくされ、フランス軍は 南ネーデルラントとラインラントの大部分を制圧した。1795年初頭、河川の決氷により、オランダの要塞の防御力が低下する陶器をついて、の率いるフランス軍はオランダへ退去して、攻撃をかけた。オランダでは、フランス革命に賛同し協力する人々も多く、都市は次々と陥落し、オランダ総督ウィレム5世は逃亡、オランダ艦隊は接収された。オランダには、 バタビア共和国が成立し、ブラバントとマーストリヒトがフランスへ活上された。オランダの陥落を見て、プロイセンもフランスとの交和を決め、バーゼルの和訳、4月5日を結んだ。和訳によってプロイセンはフランスのラインラント併合を認めたが、ポーランド分割に集中できるようになった。同年、フランス軍はスペインでも進撃を遂げ、スペインも和平に応じた。 第二次バーゼルの和訳、7月22日において、スペインは、占領地の回復と引き換えに、革命政府の承認とサントドミンゴの割動を認めた。両国との講話によってフランスは当面の窮地を脱した。1796年、フランス総裁政府はオーストリアを屈服させるための三方向からの攻勢を計画した。ライン方面からの2個軍は、 ジュールダンとモローが率い、イタリア方面軍の司令官には、バラスの計らいにより、ボナパルトが抜擢された。三つの軍は、チロルで合流し、ウィーンを占領する作戦であった。作戦は4月に開始された。当初、ジュールダンとモローは、順調に進撃した。モローは、バイエルンを通過し、9月には、チロルの国境にまで到達した。しかし、ジュールダンの軍が、 カール対抗に敗れ、れフラランンス軍は、ライン側のの西への退却を余儀なくされる。一方ナポレオンはイタリアでの作戦を成功させていた。まず、これまで最前線でフランス軍と対峙してきたサルデーニャ王国をわずか1ヶ月で降伏させ、オーストリア軍の拠点マントバを包囲した。都が率いるオーストリア軍はマントバ解放を目指して反撃に出るが、ボナパルトの前に、 カスティリオーネの戦い、8月5日、アルコレの戦い、11月15日から17日で敗北した。その頃、王党派の参加やイギリスの支援によって長引いていたバンデの反乱が、オッシュによって1796年前半までに鎮圧された。12月、オッシュはさらにアイルランドへの遠征を試みるが、フランスのアイルランド遠征。 イギリス艦隊の妨害によって上陸作戦は失敗に終わった。また10月にはスペインがフランス側に立ってイギリスへ宣戦線復刻するがスペイン艦隊はサンビセンテミサキの海戦1797年2月14日でジャービスとネルソンの率いるイギリス艦隊敗れた。1797年イタリア方面ではオーストリアがリボリの戦い。 1>, 1月14日でも敗北し、2月2日にマントバが解除をする。ボナッパルトはチロルからウィーンへ向けて進撃し、カール大公もナポレオンの勢いを止められなかった。オーストリアは停戦を申し入れ、4月18日にレオーベンの和訳が成立した。その後、半年余りの交渉を経て、10月17日、フランスとオーストリアはカンポ・フォルミオの和訳を締結した。 フランスは南ネーデルラントを併合し、北、イタリアにチザルピーナ共和国などの衛星国を成立させた。引き換えにオーストリアはベネツィア共和国を併合した。オーストリアの脱落で第一次大仏大同盟は崩壊した。オーストリアの脱落によりイギリスのみが戦争を続ける状況となったが、制海権を握っているイギリスに対してフランスは嘆きを与えられなかった。 そこでナポレオンは、イギリスとインドとの連携を立つため、オスマン帝国領エジプトへの遠征を、総裁政府に進言した。1798年5月19日、ナポレオンの率いるエジプト遠征軍は、トゥーロン港を出発、途中マルタ島を占領し、7月2日に、エジプトのアブキール湾に上陸した。ピラミッドの戦い、7月21日で、現地軍に勝利し、 ついでカイロに入場する。しかし直後のナイルの海戦、8月1日において、ネルソン率いるイギリス艦隊に、フランス艦隊は大敗し、ナポレオンはエジプトに孤立してしまう。ナポレオンは、シリア方面へ侵攻し、アッコを行為するものの、アッコ行為戦、1799年3月18日から5月20日、攻略に失敗し、エジプトへ退却した。この頃ヨーロッパでは、 2月にフランス軍が強行領へ侵攻し、ローマ共和国を建国した。3月にはスイスでの内乱に介入して同地にヘルベティア共和国を建国、さらにジュネーブを併合した。さらに8月に乗じてフランス軍は再度アイルランドへの遠征を実施する。今度は上陸に成功するが、正解権のない状況では、作戦は長続きせず増援に失敗し、 遠征軍は9月に降伏した。1798年1月より、スウェーデンのフェルセン伯爵の朝廷のもと、フランス革命戦争の終結を目指したラシュタット会議が開かれるも、メッテルニヒの策略でオーストリアは、会議を先延べばにし、講和に至らせる前に、退仏大同盟の再建という時間稼ぎに成功する。12月、イギリス、オーストリア、ロシアなどによって、 第二次対仏外同盟が結成された。1799年、北、イタリアでは、オーストリア軍の攻勢とスボーロフが率いるロシア軍の戦線加入によって、フランス軍は劣勢に立たされ、イタリア方面軍の司令官モロは8月には、ジェノバで交代した。ライン方面では、カール大公を率いるオーストリア軍に対して、フランス軍は3月25日で敗れ、 ジュール団は解任されてマッセナが公認となった。スイス方面ではロシア・オーストリア連合軍とフランス軍が一進一退の攻防を続けていたが、マッセナは9月25日で連合軍を破った。ロシアは翌年にはフランスと和平を結んだ。この状況の中、ナポレオンは少数の部下と共にエジプトを脱出してフランスに戻り11月9日、 ブリメール18日のクーデターを起こして、失勢政,政府を樹立、第一失勢に就任し、独裁権を握った。1800年、ナポレオンは反撃のため、アルプス山脈を越えて、北、イタリアに進出。マレンゴの戦い、6月14日では、フランス軍は、オーストリア軍の九州を受け窮地に追い込まれるが、逆襲に成功する。モローが率いる。 ライン方面軍も方園林連の戦い、12月3日でオーストリア軍に勝利した。翌年、オーストリアはルネビルの和訳を締結し、フランスと講和した。フランスとの戦争を続けるのは主要国では再びイギリスのみとなった。さらに、イギリスのマルタ島占領で通商権を侵害されたデンマーク、スウェーデンとイギリスの地中海進出に難色を示したロシアが、 プロイセンと結び、第二次武装中立同盟を結成して、イギリスと対立した。1801年、イギリスは、コペンハーゲンの海戦、4月2日で、デンマー艦隊を撃破して、武装中立同盟を解体させ、エジプトでは、イギリス軍が、第二次、アブキールの戦い、3月8日、アレクサンドリアの戦い、3月22日に勝利して、半年後に、 フランスのエジプト西軍を降伏に追い込んだ。1801年、イギリスでは、対フランス強硬派のショーピットが、国内の宗教問題などから退陣し、対フランス優ア派のアディントンが、首相となった。フランスでも、第一出政のナポレオンは、国内の安定を重視し、講和は望むものであった。1802年3月25日、両国は、フランス北部のアミアンで、 講和条約を締結した。イギリスはそれまでのフランスによる領土獲得を承認し、マルタ島、ケープ植民地、エジプトといった占領地から軍を撤収することを訳した。フランスもナポリオ国や強行領からの撤退を訳した。この後一年余り、ヨーロッパには平和がもたらされた。フランス革命政府は、 崩壊寸前のギリギリの状況まで追い込まれながら国民軍を作り上げて退仏大同盟軍を打ち破った。オランダ、南ネーデルラント、ラインラント、スイス、イタリアといった地域を征服し、フランスの歴代君主たちが長年抱いてきた領土的野心を瞬く間に達成した。だが戦争の過程で共和国内部では軍隊の政治力が増していった。 将軍たちは勝手に敵国と交渉し、ナポレオン・ボナパルトに至っては、一士官から最高権力者にまで上り詰めた。ナポレオンによる訂正の開始、1804年は共和制自体を終焉させた。アミアンの和訳によっても、英仏間の対立関係は根本的には解消されなかった。1803年5月16日、イギリスはアミアンの和訳を破棄して、フランスへ、 戦線復刻し、両国はヨーロッパ全体を巻き込んだナポレオン戦争へと突入していく。ナポレオン率いる新生フランスは他の諸国を圧倒するが、その先には革命戦争で得た成果を全て喪失する最終的敗が待ち受けているのであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。